こんにちは。ここがエビの高原から下ってきて、エビの全体が眺めることのできる展望台です。ちょうどそこからまっすぐ VLF という海上自衛隊の通信基地が映ってると思います。あれの5センチ下がうちの家です。だいたいこの反対側の、これ盆地になってます。これは33万年前に爆発した後の、火山が爆発した後の盆地です。なので朝は霧が深い時は雲海になります。すごくなんか神秘的な日があります。ではこの土地、私は天孫族が暮らしてた場所だってずっと思ってます。私の考え考察では、ここにいて神武天皇につながる、初代天皇につながる場所だって思ってますので、またそれはいずれ紹介させていただきます。今日もご視聴いただきありがとうございます。